こんにちは、粟田洋介です。今日はミックスドメディア複数の画材を使って小さいキャンバスに絵を描いていこうと思います。使うのはアクリルスプレーとアクリル絵の具です。今のは昨日スプレーした映像だったんですが、もうこれは乾いて、なんかね、バックグラウンドが出来上がってるような感じなので、この上からアクリル絵の具でモチーフを描いていこうと思います。ミックスドメディアというのは複数の材料や素材、テクニックなどをミックスしたものです。絵が出来上がりました。これは夕方の男というタイトルにしました。途中でこのファブリックペンとかを出したり使ったりしたんですけど、アクリル絵の具とこのファブリックペン T ペンっていうのを使ってるんですけど、同じ蛍光イエローでもなんかね、上から塗る時にアクリル絵の具だと透けちゃうんですけど、 T ペンの方の蛍光イエローの方が結構塗りつぶしとか強くできるんで、たまにこれパレットに出して普通の絵の具みたいに筆で描いたりすることもあります。ということで今回はスプレーペイントとアクリル絵の具とファブリックペンを使いました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。